こんにちはマスクドブラック先生です、えー、今日も埼玉県の高校を一つ取り上げて、えー、高校分析の動画を、えー、お送りしようと思います。えー、この動画はですね、えー、あくまでも公開されてる情報特に、えー、偏差値ですねを中心に、えー、高校分析していきますので、えー、その高校に のですね優劣ですとかそ,こその高校に通う生徒さんの優劣を、えー、表すものではありませんのでそこだけ、えー、ご了承ください。 でえっと、偏差値を中心に分析していきますので、学校の雰囲気ですとか、通学距離ですとか、部活等々の情報については、ですね学校の説明会ですとか、学校の見学会などに、ですねぜひご本人さんを連れてっていただいて、感じ取っていただければいいかと思います。 で、えー、今日取り上げるのは、ですね、えー、いつもの、えー、高校偏差値 .net の表から、ですね、えー、昭和高校ですね、えー、こちらを取り上げてみようと思います。えー、偏差値レベルとしては、ですね、えーまあえー、偏差値47っていう形ですので、えー、偏差値50に手が届かないお子さん。 がが、えー、進学先としてて選ぶ可能性高高いいののかなっていう,うレベルの高校ですですのでこちらに進学した場合、えー、3年後4年後、えー、大学進学の時にどんな状況が見えてくるのかっていうところを分析していければなと思いますで、えー、合格範囲としては,で,はですね、えー、44から50 となっていますけれども、えー、ここにまあいろいろまあ問題というか、えー、がありますので、えー、そこら辺をですね、えー、解説していければなと思います。で、えー、こちらがですね、えー、いつものように、えー、高校今回は昭和高校ですねの、えー、ホームページ。 ですえーまあ、一般的な、えー、ホームページですね。で、えー、いつものようにまず最初に見ておきたいのが、えー、募集要項ですね。で、これ、えーと、令和3年度の分なんですけれども、全、えー、日制の普通科で160名募集ということですので、えー、4クラス編成、1クラス40人で4クラス編成の、えー、高校ということが、 伺えますで、えー、次にですね見ていただきたいのが、えー、いつものようにカリキュラム表なんですけれども、えー、この令和元年度の入学者からですねカリキュラム表が少し変わってですね、えー、高校3年生の、えー、カリキュラムの中に数学3を選ぶことができるようになりました。 できるようになりましたっていうと今までどうだったんだいっていう話なんですけれども以前は昭和高校に進学した場合ですね数学3っていうカリキュラムが存在しませんでした。ですので、す、え、のー 令和元年度以前の、えー、入学者です、ね、は、えー、選択科目等々を通しても数学3が、えー、学習できないっていうカリキュラムでしたので、えー、当然、えー、まあ高校の、えー、勉強だけでは、えー、理系特にですね数学3を必要とする、えー、受験に必要とする大学への進学はもうほぼ、えー、できないっていう状況のカリキュラムでした。 でえー、令和元年度からは数学3がここに取り入れられたんですが、えー、っと実はですね、えー、1年生2年生まあ大抵の高校は1年生は、えー、分離のわけなく、えー、学習していって2年生で分離選択っていう形になると思うんですけれども、えー、昭和高校の場合は2年生も、えー、学年全員同じリカリキュラムっていう形になります。 でですね数学 B を、えー、2年生でやらずに数学、えー、3年生で理系選択した場合数学3をやって、えー、数学 B は一体どこでやるのって数学 B をやらずに数3をやるのっていう話になってしまうんですけれども実はここでで,ですねえー、っと ここですね、数学2と、えー、ここで数学 B を選択できるんですね。ですので、えーまあ、こ数学を本当に武器にしたいお子さんはここで数学2を、えー、深掘りしつつ数学 B を、えー、新たにやりつつ、えー、なおかつ数3も同時並行で高校、えー、ここ3年生で学習するっていう形になってしまいますので。 まあこれも無理やり作ったカリキュラムなんじゃないのかなっていうのが見て取ることができます。で、えー、先ほどもえ申し上げましたけれども、えー、4クラス編成ですので、えー、理系を選択するっていうお子さんがほぼいないんじゃないのかなっていう,うまあこれは想像ですけれども、えー、っていう形の高校なのではないかなと思います。 ですので昭和高校に進学した場合はですね、えー、まあ文系を選択して、えー、英語を一生懸命頑張って英語プラス、えー、もう一教科で受験に臨む。えーまあ英 国社の三教科で私立文系が受けられればいいんですけれども、えー、偏差値レベル的にも47ぐらいからのスタートになりますので、えー、まずは英語を一生懸命勉強して英語を一つ、えー、武器にしていただいて、えー、進学先を決めていくっていう形 になるかと思いますこれはあくまでも大学受験っていう形で、えー、見た時ですねですので逆に言えば、えー、と数学が少なくて、えー、1年生から、えー、きっちりと、えー、評定の点数をですね稼いでいって、えー、推薦の入試を勝ち取るっていう形の方が現実的になってくるのかなっていう印象です。 で進路先なんですけれども、以前はこれ200人募集だったんですね、ですので186人が卒業してますよということですので、逆に14人ぐらいが、えーまあ、どっか行っちゃってるっていうか、えー、留年なのか、えー、退学なのかっていう形で、えー、卒業できない生徒が、まあ、このぐらいの割合で出てくるっていう。 学校っていうことも、えー、頭の隅に是非入れといてほしいなっていう情報です。で、えーまあ、大学進学っていうところに目を移すとですね大学は、まあ、この部分ですね。ですので、えー、この中で目につく大学っていうと、えー、東洋大学特教大学この辺。 ですかね、えー、立地的にも、えー、埼玉県東部からですと、えー、近いですしねで、えー、あとは文教大学こちらは先生を、えー、学校の先生ですね学校の先生を養成する大学としては有名なんですけれども、えー、学校の先生を養成しない学部は比較的入りやすいところでもありますので、えー この辺ですかね、えー、あとは、えー、千葉県県境を渡って千葉県側柏方面に行くと麗澤大学流通経済大学この辺が、えー、立地的な部分では近い,だ近いところの大学っていう形になりますね。ですので、まあ、このレベルの大学へ、えー、できれば、えー、推薦を使って、えー、大学進学を狙うっていうのが、まあ、現実的なところですかね。 であとは、えー、短大があって、えー、専門学校が比較的多いですかねで専門学校への進学っていうのがもうほぼ現実的っていうか、えー、そういった形で手に職をつけるっていう形の、えー、進路を見なければならないと。 ところですねあとは看護系はまあ多分女子に人気があるんだと思うんですけれども医療看護系の専門学校プラス民間への就職いう形になりますねですのでもし就職を希望するお子さんでしたら高校3年生のなるべく早い時期に先生と相談してですね就職先を 決めててていくっていいいいっっくう形がいいかと思いますあとは公務員で、えー、消防士あと警察官、えー、あと自衛官なんかも、えー、もしかしたら就職先としては有望になってくるのかなっていうところです次が、えっと、内申点なんですけれども えー、昭和高校こちらですね、えー、こちらがいつもの通り、えー、一審の小太郎塾のデータなんですけれども、えー、一審のデータですと偏差値は45で有望権43あれば可能権という形になってますで、えー、内申点なんですけれども2928ぐらいで、えー、昭和高校は合格できるんじゃないかなっていう。 数字になってますけれども、えー、実はですね今年の春の、えー、入試でですね、えー、昭和高校定員割れをして えー、二次募集がかかってるんですね確か7名だったと思うんですけれども2、えー、次募集がかかってますので、えーまあ、偏差値的に、えー、50を切ってしまう、えー、でも勉強は全然したくないでも高校には行きたいっていうお子さんが集まってくる学校の雰囲気っていうんですかそういった形の高校っていうイメージを持っていただければいいかなと思います。 ですので、えー、もし3年後4年後、えー、今現在中学3年生のお子さんですね、えー、大学進学をかん真剣に考えるのであれば、えー、この1年間是非、えー、偏差値50の山をですね越、えー、えていただいて、えー、高校を選んでいただくっていうことが、えー、だいぶ差がついてきてしまうのかなっていう。 のを、えー、イメージしていただければなというところとですね、えー、お父さんお母さんの中でですね、えー、時々いらっしゃるのが、まあ、時々ではないですね結構な割合で、えー、いらっしゃるのがですね、えー、この内申点2829の数字なんですけれども、えー、中学校の成績で,、えー、9, 校 9, 教科で9科目ですか9科目で、えー、オール3。 ですと3区27でですすよねですので、えー、1つか2つ、えー、4があると、えー、3区27に、まあ、2つ4があると2点足していただいて、えー、29ぐらいっていう成績なんですね。でこの通信簿の、えー、数字だけを見てい,ただいてあいまあほぼ3が取れてて4が2つもある。 じゃあうちの子、えー、普通まあまあ普通の成績取れてるのねっていうイメージで、えー、受験に臨まれてしまうと見えてくる学校が、まあ、今回取り上げた昭和高校のレベルで、えー、3年後4年後に大学進学ってなった時に、えー、大慌てしてしまうのかなこんなはずじゃなかったのにっていう,うそこで愕然としてしまう。 っていうことが、えー、よくよく見られますのでそこはですねこの中学3年生のお子さんをお持ちのお父様お母様是非 通信簿の3から4で、えー、安心するのではなくてですねぜひ偏差値をしっかり見ていただいて偏差値50っていうのがまあ普通の、えー、平均点ですから、えー、ぜひそれを少しでも上回るような形で、えー、勉強に取り組ませてあげてほしいなと思いますで、えー、もう一点ですね、えー、昭和高校を取り上げた理由がですね立地条件なんですね。 でえー、埼玉県に限らず県境に近い地域ではよくあることだと思うんですけれどもこれ、何を表しているかというとですね、えー、っと紫かなんかにしましょうかで、えー、このここですね、ここが、えー、旧春日部市、えー、平成の市町村合併の前ですね。で こここにちょっとこう書いたのがこの部分ですね。この部分が旧昭和町っていう形で、えー、昭和高校は、えー、この昭和町のこの辺にある、えー、昭和高校っていう形でイメージしていただければいいんですけれども、えー、合併前に、えー、町だった ところですねによくあるんですけれども高校が1つだけあって、えー、もともと設立の、えー、その高校ですね高校設立の何、えー、て言うんですかね目標っていうのが、えー、地元のこの町町で、えー、高校へ進学できないお子さんっていうのを、えー、まあ救済って言ったらあれですけれども。 えー、するために設立された高校っていうものが、えー、大抵町だとか村だとか村レベルだとない,のないのかもしれないですけども、えー、町レベルでですね1校ずつあったりするんですね。でそれが、えー、新春日部市っていうことで、えー、合併後のイメージはここなんですね。ですので、えー、学校所在地の住所を、えー、現在の住所で 調べてしまうと春日部市って出るんですけれども、えー、合併前の住所で、えー、検索かけていただくと昭和町って出てくるんですね。ですので、えー、まあもともと合併前はですね、えー、この昭和町のお子さんは、えー、どういう進学を考えてたかっていうとこのちっちゃく、まあ、ちょっと見えなくなってしまいましたけどこれが駅なんですね。 1> で、えー、1個隣の駅へ行けば、えー、県境を越えて、えー、千葉県の野田市へ出られますよ、で1個電車に乗っていただくと、えー、もう春日部市で春日部,、まあ、春日部東高校なんかがこの辺にある,あるんですけれども、えー、前回ですか、前々回ですか取り上げましたよね、えー、ですので春日部東高校なんかもこう見えてくる。 いうところで、えー、どちらにも移動できない、えー、まあ、経済的な理由ですとか等々、えー、あと昭和町はこう縦に長いっていうのがありまして自転車で、えー、駅まで行って、えー、さらに電車に乗ってっていう形の通学距離的な部分ですとかそういったことで、えー、隣春日部市あるいは県境を越えて野田市方面へ出ていけないお子さんのためにって言ったら変ですけれども、えー 偏差値的にも、えー、高校に進学高校の進学を諦めてしまうお子さんが出ないようにっていう形で、えー、作られたっていうまあ経緯が少しありますので、えー、特に、えー、引っ越してきてですね、えー、地元の情報等、えー、に、えー、情報等が少ないお父様お母様は是非、えー、ですね、えー、旧住所で。 検索をかけていただいて高校選びの一つの情報にしていただければなと思いますでは今日の動画はここまでですまた次の動画でお会いしましょうさようなら